昨日宮崎県知事を退任し4月の都知事選への出馬が取り沙汰されている東国原氏は今日今後の進路について1ヶ月以内に決める考えを示しました。昨日の退任から一夜明け、東国原氏は今日宮崎県庁で河野俊嗣新知事との引き継ぎ式に臨みました。その後今後の進路について記者団からの問いかけに次のように答えました。近しい方、あるいは親戚、あのスタッフの方、それで講演会の方たちに、まあ、いろいろ意見を聞きながら、今後の進路については決めていきたいと思います。ね、1ヶ月以内ぐらいにはもう、階段が来ます。はい、階段。新宅は、いや、住民票まだ移してないですよ。まだ移してない。はい、東京に移される予定は、ちょっと今後検討してみたいと考えて、その結果で。東国原氏は、その後、東京に向かいました。今後の進路について後援会幹部は、まあ、宮崎がもう一段落つきましたので、まあ、これからは、まあ、全国行脚というか後援でも全国を回りますし、これからですね、国の情勢がどのように変わるか分かりませんけども、まあ、いろんなことが経験したいというので、まあ、僕ら支援者としてはいろんなことが対応できるように準備はしています。東国原氏は今後全国で後援活動をしながら都知事選や国政への転身に向けた準備を本格化させるとみられています。